土井周平昭和20年7月3日は、日本の清め派の巡回伝道者、周平とも表記する。陽名は、吉次郎で、次郎で、周平は、土井家十二代当主にあたる。備前岡山藩士、土井天前の長男、聖母はおぶ弟に、土井帝子がいる。長女は、良子洋商児は、備前藩の普通学校に学び、藩寿、医師の聖吉、内寿、 小山隆博より教えを受けた。1872年13歳の時に、京都府、今出川の大学校に留学する。そこで、平田鉄種、広瀬の立部、渡辺五十丸に学ぶ。しかし、1年で大学校が廃止され、備前に帰国し、再び藩の普通学校に学んだ。1873年に、神戸で、アメリカンボードの宣教師 DC グリーン。 デビスの英学校に入学。毎朝英語の聖書講義を聞く。キリスト教との出会いはここに始まる。1893年東京市、小引町バプテスト教会で神霊による洗礼を受け教会員となる。直後キリスト教書類会社に入社する。しかし、直接検診するために退職する。1894年頃から笹尾鉄三郎、松野菊太郎に、 三巻関太郎と問いを加えた6人で小さき軍を結成して東京市桜田本郷町の一軒家宮で共同生活をはじめ伝道活動をする。1895年頃に知り合いのウースターとスメルサー宣教師に BF バックストンに会うように勧められ大阪でバックストンに会う。小崎軍はバックストンの招きで松江に行きバックストンの下で収容をすることになった。 ドイラは東京に家族を残して、笹尾鉄三郎、河辺定吉らと松江に行き、バークレーバックストンの元松江の奥谷で家を借りて、共同生活をしながら収容することになる。小さき軍はバックストンの元で半年間収容を押すことになる。1897年トイは、松江のバックストンの元を離れ同胞協会に移籍する。本塾。 横綱町の同胞協会を支援する。しかし、1898年、1年で同胞協会を辞し、今度は、万国警官ミッションに加わり支援することになる。バックストンの紹介で、新橋教官の主任として働き始め、東京各地で伝道を開始した。この間、教師試験を受けるが失敗し、伝道師司となった。しかし、 彼の立場から暗種令は必要とされたので、各派の協力伝道会で各派の協約者から暗種を受け、マルチ教派の聖教師となったという逸話がある。最終的に、聖公会も脱退し自給伝道者となる。後に、東京渋谷に、聖四音街道を建てて、そこを中心に全国を巡回伝道した。やがて、元文部大臣の森と達ャら各界の、 重要人物が問いをしたって集まってきた。土井は、最終的に、聖光会、同胞協会、清め派とも分離し、ガラテや諸語省にある、党派を作る者には、神の祝福はないとの立場に立ち、自由な独立自給伝道者として活動した。しかし、清め派の重鎮である日本ホーリネス協会の中田、茂春監督から、教会破壊者との落印を押された。土井は中田から、 清め派の会員への交際禁止を厳命を受けた。周平は、源頼朝の重臣、土井寂平の子孫だが、借位を辞退した。1890年に、サンフランシスコ在住の日本人の間にリバイバルが、沖、笹尾哲三郎、河辺定吉、秋山義五郎、松野菊太郎、木田文治、東ヶ崎菊松、友野新三郎、森永太一郎、 上田京介らが改心する。1891年に彼らは内村勘蔵不敬事件をアメリカで聞いて日本の教会への危機を感じ日本選挙にのために帰国し小崎軍を結成した。ありがとうございます。